ぐらいやんのかな。あ、味はない。あ、そうね、そうです。点満点だ。刺身レメンもあるんですよ。あるんですよ。あるんですよ。バン。お父さん。刺身入れちゃう。刺身入れちゃう。バン。じゃあ。バン。刺身レメンは辛いレメンですよ。さて一緒に食べる。レメン。刺身って何？ゴー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 。ビビン麺。辛いですね。お父さんは普通のレメン。イカもレメン。ラグス一個頼む。ゴー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 。ここは冷麺店ですごい有名なんですよ。あの半分麺、半分が冷麺がすごい有名なところなんです。そこではですよ、あの冷麺食べるときは麺自体が冷たいから、あったかいスープ。ただいい香りするよね。現在と院長これ何か院長だと我々ちょっと止まると今日は今日は冷麺を食べに来ました。日本に絶対ない店です。お母さんが本当に冷麺が好きで、なので今日も綺麗ですね。ゆうかはこの店来たことないんですよ。初めてです。半分で口が超えてる2人には満足できるの可能性は少ないと思うんですけど、日本には絶対ないレメン。ゆっつー乾杯。なので今日も始まります。仲間たち、仲間バン。おいや、まだなんか暑そうだもん。どうですか、お父さん。美味しいね。このスープ、優しいスープ、お父さん、酸味あんのあんま好きじゃないからどうかなって思ったけど、これあとからしい。あとからしいですね。ちょっと私もすごい、ほら、ね、酸味少なくて、ちょっと美味しい。いただきます。初めて、美味しい。すごい美味しい。へぇ、パパ、美味しい。すごい美味しい。へぇ、パパ、全然違う。早めね。これ、どのぐらいやるのか。飲みでしょ。一周ぐらい。一周、いろいろ飲み。飽きなかったら、美味しい、美味しい。あれ、ないよ。あ、これも美味しいわ。みんな美味しい。すごい美味しい。
さすが。ごちそうになります。もう美味しい。一番美味しい。すごい。今まで食べた中では一番美味しいっていう。すごい。すごい。これ本当にしたんだ。これは美味しい。こういうレメン日本にはないんですけど、でも細くて美味しくないね。ちゃんとこういう麺好きですね。韓国はこういう麺を国内で最近こうやって食べて、これある美味しいよ、美味しいって感じだよ。久々に褒めてる。私、日本で結構レモン食べたんですけど、北朝鮮のレモンが近い。いろんな野菜とかあったり、レモンの本物のレモンじゃない。これで勝負してみてほしい。ここまでの味はない。そうね、そうです。梨すごい。このお父さんは食べるために来てますよ。点満点で9.5。じゃあ置いていくか。2人を久々に満足させて嬉しいです。もしみんなもおすすめのソウルの店とか連れていくので教えてください。コメントで。ありがとうございます。美味しいね。うん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 。う